ニッタ・メグミ会ライブ2016イーストエミュージックつなぐメロディーは2016年に開催されたライブツアーニッタ・メグミ会ライブ2016エミュージックつなぐメロディーにおける横浜公演の名称及びその公演の模様を収録したニッタ・メグミ会の2作目の映像作品である2016年10月19日にブシロードミュージックの内ブレーベルであるエミズン レーベルより、ブルーレイディスクで発売された。2016年に開催された、ライブツアー、ニットめぐみ会、ライブ2016へミュージックつなぐメロディーから、横浜公演の模様を収録。演奏された楽曲のうち、ゲーム、カオスリングス3主題歌の、世界の全部が敵だとしてもを除く楽曲を収録。特典映像として、バックステージ映像と本公演で、初披露された。 新曲、暁のレコーディング映像を収録。封入特典として、本公演の模様を撮影した、未公開写真満載の特製ブックレットが、封入される。初回特典は、特製味方セボックス仕様。各店舗特典として、クリアファイル、下敷き、マグネットしおりが付属する。名役の、かなたエミュージック探求ドリーミング優しい世界そして、 未来へ言葉より強く、ハートフルウィッシュ思いを届け想像を超えた、世界スピカ笑顔と笑顔で始まるよ。デイニー、フラワーディアーエブリデイワンダー、シャッターラブきらめきを夢見てつなぐ、メロディーネクストフェーズアカツキアワーズパワーズバックステージ、映像、アカツキレコーディング映像本ライブツアーは2015年11月8日に、東京ドームシティホールにて開催された、ニッタめみ会、ファーストライブ。 エミュージック始まりの場所の追加公演として発表され2016年6月4日にパシフィコ横浜国立大ホールにてニッタめ会ライブ2016イーストエミュージックつなぐメロディー7月31日に神戸国際会館国際ホールにてニッタめ会ライブ2016ウエストエミュージックつなぐメロディーが開催された本ライブツアーの副題である つなぐメロディーに関連して、エミツンバンドの坂本光久により、歌詞の今つながっていくと綱をかけたツイッターのハッシュタグ、今つながっていくが考案され、坂本を中心にバンドメンバーやファンが、ツイッターの名前の一部に、綱を入れたり、綱ツと称して、綱おにぎりなど、綱料理の写真を投稿したりした。両公演ともに1枚目から4枚目までのシングルと1枚目のオリジナルアルバム、 エミュージックに収録されている全楽曲に加えて、ハートフルウィッシュ、世界の全部が敵だとしてもが演奏された。横浜公演にて、暁、神戸公演にて、社員が初披露され、社員では新タが、エレキギターも担当した。神戸公演にて、横浜公演のブルーレイディスク発売が発表された。ありがとうございます。